ご覧の皆さんこんばんは、翔です。ということで本日はびっくりすることが起きたんで、こちらの方を紹介していきたいというふうに思います。いきましょう。はい、こちらです。デラステ2周年記念総額2222万円レッツプレゼントキャンペーン、賞代最大賞金1000万が当たるというキャンペーンが、スタートしました。いや、予想外中の予想外ですよね。いや、なんかこういうプレゼント系って、そのなんだろう、アプリで やるんだみたいな、本当になんかあれらしいんで、まあびっくりですよね。ね、金額も金額だし、本当に なんかやんのかなって。まあ、とりあえず僕もね、まあ、ちょっとさっきちょろっと特設サイト見に行ったんで、ちょっと特設サイトの方へ覗きに行きたいというふうに思います。こちら特設サイトでございます。まあここにセカンドアニバーサリーのロゴがまああるんですけど、まあ2周年キャンペーンということで、まあ支援はすでに用意されていると。まあ豪華商品何かということで、今回は、こんな感じですね。現金1人に1名様に現金1000万か純金ピアノ、像がもらえます。はい、ピアノ像を選ぶんだぞ。はい。で、10名に50万円と、50名様に10万円相当と、まああると、まあ、現金を配ってくれるらしいです。これだけでもすでにもう総額いくらだ？これだけ2000万いってんのは、やば。ってですね、現金だけでもすでに2000万配ってます。やば。あと222万っていうのは多分ここですね。豪華商品。他の222万円なんですけど、シックスライブドームツアーですね。ドームのツアーの方に、来年のシックスライブに30名様、プレゼントということで、僕はこれが非常に欲しいです。現金以外だったら本当に。いや、てかむしろ現金以上に欲しいんじゃないかな、俺は。本当。マジで行きたい。ドーム公演にご招待ということで、来年のライブはね、もう確定と、ここで当てれば確定という感じでございます。あとには海外ツアー、バリとハワイ、イタリア、スペイン、選べる5泊、7日ツアー。うん、すごい。ブラビアのテレビ、コンシアターセット、今回のフォースのブルーレイと、あとスタージュエル賞で102万5000、2500と、5万人に2500当たるから、まあ当たり口が結構まあそこそこ多いっちゃ多いっすね。スタージュエル賞で当てやれば、まあ最低でも2500を手に入る。でも何人応募するのがね、本当に。まあってことで、応募方法なんですけど、こちらに書いてある通り、こちらのページに来てくださいと。で、9月30日までに、チュートリアル完了している時点で、応募が可能であることと、日本国内に進んでないとダメですよっていうことでございますね。はい。そう、可能であるという。で、ゲーム ID を、ゲーム ID プロフィールから見れますけど、これをコピーして、1日1回、応募できますと。最大10回まで、応募できます。で、11回目は無効にされますよという話なので、応募する場合はこちらのページに来てください。ただ、まあ今見ての通りすっごい今多いんで、もうなんかもう話題沸騰になっちゃってるんで、本当に普通にこの222万の中からもう普通にドームツアー行ってるんだけど、ほんと。ドームツアーじゃない、ドーム公演か。まあ、じゃあツアー買っていくことで、シックスライブツアーでしちゃってるけど。はい、まあ、ということで、すっげえ豪華商品なんで、とりあえず皆さん、応募の方、2222万円、2周年記念ということで、まあ、かなり盛り上がってるんですけれども、皆さんぜひ、応募してみ、毎日、まあ、9月30日までやってるんで、結構キャンペーン長いんで、別に今日絶対やらなきゃいけないとかないと思うんで、とりあえず、10回応募できるんで、10日で必ず、応募できる日を確実に見つけて応募してみてはいかがでしょうか。という感じです。びっくり、本当に。まあ、僕的には早くね、まあ、1000万円当てたいなところですけど、ね、1000万だったら今までの課金額の3、4倍は戻ってきますね。はい。という感じです。はい。で、以上が今回の動画となります。では、盛り上がっておりました。あと2日です。1周年。では、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。ということで、7月はですね、可愛いメイクマイデイと、Take Me Take You でございます。まあ、可愛いメイクマイデイ、僕には本当に思い入れのあるイベントになりました。担当イベだったんで、本当。いや、本当に楽しかったですね。まあ、楽しかった結果、2位も取れたし、本当に満足なイベントになりました。はい。次は TP でしょうね。なので、はい、次8月、もう次、いよいよあのイベントが来ます。では、2周年まであと2日。では、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。